はい、じゃあルパン三世のそのタイのあるところですね、まず前半と後半で分けます。まず前半はルパンザサードって言ってるんですね、その歌が。で、初めのルはクラッシュです。バーンで、次がザが左手、ザサードのサーでクラッシュ、これが前半です。バーンザサード、まずこれを習得します。先にちょっと説明だけしちゃうね。で、それができたら今度は、後半ですね。一応着地点とも出たりするんですけども、さっきの最後クラッシュシンバルが終わったら、初め8分9分がついているように、あのうっていうタイミングを入れるんですね。実際には音が伸びてるんですけども、うちあうちたちどっちたち、これは後半です。うちで、前半と合わせるとこういう形になります。ですね。はい、以上となります。